どうも。木枠ね。確かにバインド大変そう。あと1個どこにバインドするか、さすがにサイドボタンになるかも。一番使わない武器スロットをサイドボタンに割り当てるのはありかもしれない。フェザードイーグルマジで強い。使わないで持っといてもよそうだな。あ、いるね。もう一人いるか。違うか。なんで今修復の音したんだ。まあ、フットペダルもありかもな。フットペダルガチで出てくるかも。でもこのゲーム割とありだよね。フットペダルボタン数足りないだろうし、そのうちいるんじゃないかと思ってる。フットペダル勢デカポを温存したいな。いやでもフットペダルプレイヤーは絶対出てくると思う。マジで出てくると思う。あ、なんかいるな。怖っ。山の上入ってったな。あれ？もしかしてない？あ、でもエリア内だからいっか。ゾンビどこ行ったんだ？なんか来たんだけど。いや、陽キャすぎるでしょ。
すごかったな今の。爆弾めっちゃ詰め込んでたな自分の壁の中に。ボマーすぎるでしょ北馬に。それ違うでしょもはや。自決用みたいな。自決用じゃない。戻るところはノーファンになる。なんか全然ゾンビ出てこないな。ゾンビ待ちなんだけどな。使った方がいいかも。危ないよなもう。デカボ待ってたんだよずっと。ゾンビ来るかなと思って待ってたんだけど未来英語来なかった。今そういった瞬間にゾンビの音が聞こえてきたね。そういった瞬間にはうわーっと声が聞こえてきて、ね、あってなった。気まぐれだなゾンビくん。 VGC フットペダルでもいるでしょって。それなりに全部裏目になってる。まあしょうがない、そんなもんだよ。カードゲームみたいなもんよ。ようやくポンプあったな。ゾンビ待ち。いやゾンビ待ちでしょ。ゾンビ待ちあるでしょ。上手い人多いね。グラップル持ってる人に対してどうしようかすげえ悩むわよく。なんか高さ取ってもらうみたいな。もう未来英語登ってくるだろうしみたいな感じしちゃうわ。壊そうとしても勘のいい人めっちゃ早く降りてくるからな。なんならグラップで速攻降りてくるから怖いわ。グラップ強いよね。上と下揺さぶりかけられるのきつくない？降りて下壊したと思ったら速攻上取られるみたいな。地獄だと思う。まあ一番いいのはマジで上がってきてる時に殺すのが多分弱点だと思うんだけど、上がってきてる時はかなり無防備だしね。グラップでだから上取って上がってきたタイミングでショットガンで叩くしかないんだろうな。結構まっすぐにしかやっぱり機動的にはいけないだろうから、そこ狙って頭打って大ダメージを持っていくみたいな感じなのかな。
ああ、まあでもトラップは、そうだね、床1枚貼られたら終わりだからね。逆に蓋されて、あべべべべべべって言ってるうちに、あびゅんってなるからな。難しいな。トラップカウンターね。確かに、昔あれだった気がする。トラップ貼ってた人多かったな。やばい、やばい、やばい。やばいです、大将。やばい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 、あー、トイザー失した。間違えた。間違えた。自分のことをデザートイーグルだと思っていたグラップラーが出てきた。マジで、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 マジでこれ、マジ最悪なんだけど、ちょっ。マジでやばい。今いた、見えた。やべえな。犯罪者今がいる。犯罪者がいる。やばいやばいやばい。やべえ、先にもいる。やれなかった。嘘だろ、悪夢かよ。やばい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 、死ぬ死ぬ死ぬ、ちょっと待って、やばいやばいやばい、
何の音はちょっと。あ、携帯落とした。やばい、いる。めっちゃ近くにいる、これ。すげえ近くにいる。あ、いる。バレた。右にもいるのか。踏み込みさん、100周ありがとうございます。まあ、買収かな、これが。これが、買収です。ソラゲームルームさん、100周ありがとうございます。悪夢からの生還、100周ありがとうございます。まあ、等しく牙を剥くってことだよ。俺にもね。相手にも。アンリブドピアさん、100周ありがとうございます。ゾンビとナイスデュオでした。やったぜ。ナイスデュオだったな。素晴らしいデュオだった。ちょっと見てみるか、相手してんね。ジージービクセンさん、100試合ありがとうございます。ナイトメアだな、ジージー。マジで悪夢だったな。すごい悪夢だったわ。アルムトさん、12ヶ月目のサブスクライブ継続、ありがとうございます。僕のデュオパートナー見つかりましたね。来たな、デュオパートナー。最後どうなってた？シマートンさん、100試合ありがとうございます。もう完全なる恐怖だし、完全なるこれやばい、ちょっとこんなん笑うわこんなん笑うわこの人運悪すぎだろマジで。これ運悪すぎだろマジで。相手切れるだろうな。まあ、言うて俺もね、相当翻弄されたしね。この時もな、危なかったしな。この後だっけ、ゾンビに俺も襲われてん。この時ね、俺絶対ゾンビに相当殺されてたんだ。やばい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 、めっちゃ恐れる、めっちゃ恐れる。
なるほどな。じゃあ家帰ってハースストーンやってきますわ。気合い入れて明日皆様と会う時にはランク7になってるように祈っておいてください。俺は祈ってる。お疲れ様です。明日も定時だと思います。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。